いやー、そろそろ新しい春服が欲しいんだけども、ベーシックで定番的なものは結構持ってるんだよな。もうちょっと今年は一歩踏み込んで、脱オシャレ初心者的なアイテムが欲しいんだよな。だけども、一定の大人っぽさとか綺麗さはちゃんと踏まえた上でのアイテムが欲しいんだけども、誰かちょうどいいアイテムを教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、脱オシャレ初心者、大人の春服5000というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。冒頭に にもお伝えししたた通りでですすねね、まあ、定番的なものをすでにたくさんん持っっているる方いらっしゃると思うんです、ね、特に僕のチャンネルを見ていただいている方は、まあ、毎シーズンですね、定番的なものをしっかりとお伝えしているので、まあ、そのあたりはすでに持ってるという方少なくないかなと思うんですね。ですので、今回の動画では、ちょっと踏み込んで、脱おしゃれ初心者を目指せるような春服をですね、皆さんに5点ご紹介したいなと思っています。とは言っても、トレンド感が強すぎて、いつもの動画の方向性と全く違ったものをご紹介し そんなことはなくいつもの定番的ででベーシッックななな雰囲気とうううまくマッチすするよよ歩先に行ったようなアイテムですねこの辺りをしっかりめにお伝えしていきたいなと思っています。まあ、どちらかというと、今回の動画は、普段の僕の動画というよりは、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方の内容に近しいかなと思うんですね。まあ、こちらの方では、ユニクロ GU グローバルワーク無重良品とかではなくて、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドのアイテムをご紹介してるんですが、まあ、今回 ご紹介するアイテムというのはセレクトショップのオリジナルが中心になってくるかなと思いますまあ、中価格帯ぐらいの中で特に大人の男性に似合いやすいような程よいトレンド感をミックスしたような脱初心者向けのアイテムをしっかりとご紹介したいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に大人の男性にお勧めしたい、脱初心者的アイテムをですね、5点ピックアップしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目は、アウター的に春に羽織っていただきたいようなアイテムになるんですが、こちらですね、ビューティーユースの小松パックオーバーフォルムシャツセットアップ対応というアイテムですね。こちらがですね、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、春になりますと、そろそろですね、ステンカラーコートとか、そういったものだと、ちょっと暑いかなと思うんですね。なので、 ライトなななの短いいようなアウターがあるとと便利かなと思います、まあ、そんな時に、もうアウターというジャンルではなくて、シャツですね。これをアウター代わりにするのが、すごく使い勝手がいいかなと思うんですが、こちらのシャツに関しましては、いわゆるデザイン的にはシャツに近いんですね。襟が付いているシャツに見えるんですが、シャツとアウターの中間ぐらいの立ち位置として作られているんですね。まあ、襟の形を見ていただくと、通常のシャツについているようなレギュラーカラーよりも、ちょっとだけ大きめになっていますし、あとは、 の部分もスクエアにカットしてあるので割とこうアウター見えするような作りになってるんですねさらにはボタンなんかもシャツに比べるとちょっと大きめになってたりして生地も程よく厚みがあるのでアウター感覚で羽織れるのかなと思いますで色に関しましては3色展開なんですが今回は脱初心者向けのアイテムということで皆さんにご紹介したいのはライトグレーになるんですねこの色味というのが明るさを出すことができますしやっぱりアウターとしてよく着られるものは他の2色ですねダークグレーだと とかネイビーだだととかこの辺りが鉄板だと思うんですねなので、定番的な感じを狙いたいのであれば、個人的にはネイビーとかダークグレーを選んでいただきたいなと思うんですが、脱初心者を目指すのであれば、上半身のアウターですね。ここをちょっと濃い色ではなくて、明るい色を持ってくるとバランスがいいかなと思ってまして、その手、こちらのライトグレーというのは、春らしい色味でもありますし、色の雰囲気もなかなかいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにお勧めしたいカラーになってくるかなと思います。これは一応ですね、セットアップで対応できるようなアイテムになってるんですが、 個人的にはこの色で上下揃えてしまうのはなかなか難易度が高くなってくるかなと思うんですね。なのでこちらのコーディネートを参考にしていただきたいなと思うんですけども、このまんまやればもう間違いなく似合うと思います。下に着るのは白 T ですね。まあ、無地の T シャツだとか、ちょっとだけ白ベースに対してプリントの入った T シャツでもいいかなと思うんですが、そういったものの上にこちらのライトグレーのシャツアウターを着ていただいて、ボトムスに関してはブラックだとかネイビーだとか、もしくはダークグレーだとか、濃い色でギュッと引き締めている もうう間違いなく似合うスタイルがで、ききるかななとと思思いいいいまますすのでで皆さんもトライをしててたただっこちらのシャツに関しては、個人的にすごくいいなと思うのが、腰の部分にポケットがあることなんですね。普通のシャツだと、このようなポケットって、まず付いてないんですが、シャツアウター感覚のものって、このようなポケットが付いていることですごく収納量も増えますし、よりアウターっぽくですね、気軽に羽織ることができるので、これ1枚あれば、結構長い季節使えるんじゃないのかなと思います。もちろん今時期も使えますし、 あとは秋にも使えるんですねそして伝え忘れていたんですが、生地自体はポリエステル使ってるんですけども、世界的にも非常に評価の高い小松マテーレというですね、ファブリックブランドのものを使っているので、この風合いとか色合いの表現が非常に繊細で美しい仕上がりになってるんですね。まあそういった点も含めて、これはすごく使いやすい一枚かなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目に皆さんにご紹介したいのは、今季ですね、僕の中でもマイブームになっていまして、結構いろんなものを買ったアイテムではあるんですが、紹介したいのはグリーンレベルのボーダービズクルーネック T シャツ、接触冷感吸水速感というモデルのボーダー T シャツになっています。まあこれはですね、やっぱり根気的かなと思うんですね。まあボーダー T シャツというのは、もう本当にですね、定番的なアイテムで、いつの時代にもあるんですが、最近トレンドとしてよく見かけるようになったのは、ボーダーダのピッチ ですね、これが結構狭めで割と大人見えするようなボーダーの T シャツなんですね、まあ、僕も今着てる T シャツがまさにそうなんですが通常のボーダーってもっとこうピッチが太かったりだとか場合によっては1個ずつがかなり太めのものとかがあったりするかなと思います、まあ、ボーダーの幅というのは広ければ広いほどカジュアルになって狭くなればなるほどちょっと綺麗めな雰囲気になるんですね狭いとですね遠目から見ると割とですね無地に見えるようなところもあったりするのですごく使いやすいんですね ボーダーの T シャツイコール子供っぽいっていうイメージを持ってる方でもこういったマイクロボーダーとか割と細い感じのボーダーであれば結構使いやすいかなと思うのでおすすめしたいアイテムの一つかなと思います。そして無地の白 T とかそのあたりって内側に着るにはもう鉄板で使いやすいかなと思うんですね。まあ、先ほどのですねシャツアウターあったと思うんですがその内側白無地 T シャツを合わせた写真をお見せしましたがこれをですねボーダーのカット層に変えてあげるとよりですね今っぽくてクロート感の漂う着こなしができる かなと思います。まあ、こちらの T シャツに関しましては、個人的にはネイビーをお勧めしたいなと思うんですが、ネイビーとホワイトの2色使いで、割と細かめのボーダーになっているんですね。そして、襟元のリブの部分はネイビーでしっかりと引き締めているので、このあたりにも大人っぽさが漂うんですね。で、サイズ感に関しましては、こちらのコンセプトの中では、ジャケットとかも合わせられるような綺麗めな雰囲気になっているので、割とコンパクトめのサイズ感になっているんですね。その後にりも含めて、大人の男性には似合いやすい そんな1枚になっているかなと思いますとは言ってもこうピタピタにタイトというわけではなくてジャストサイズプラスアルファちょっと緩めのサイズ感なので1枚で着てもらってもいいですしジャケットを上に重ねたいだとかシャツアウターを重ねたいだとかそういった重ね着にものすごく活躍してくれるような1枚になってくるかなと思いますでここから先の季節に関しては接触冷感機能だとか吸水速乾みたいな機能がついてるとすごく使いやすいんですねまあ、このあたりの T シャツに関しては1枚で着るというよりは個人的にはやっぱり重ね着を 今僕もですね、ボーダーの T シャツの上にシャツアウターみたいなものを重ね着していますが、一枚で着ると、やっぱりちょっと子供っぽく見えるので、個人的にもあんまり着ることがないんですね。重ね着をすると、それだけ暖かくなるので、吸水速乾だとか、接触冷感機能がついてると、これからの季節は非常に使いやすいかなと思うので、これは優秀な仕上がりかなと思います。まあ、マイクロボーダーの T シャツって、まだまだ探しても多くはないので、まぜ、あ、ひこのあたりもチェックされるといいんじゃないのかなと思うので、よかったら皆さんも、 参考にしていただければなと思っています。 続いて3点目のアイテムなんですがこちらですねタフニットジャケティ半袖ですね、まあ、このような T シャツみたいなものっていうのは定番的なアイテムとして皆さんもよく着られると思うんですがこちらに関してはまずは素材がニットということですねここが通常の T シャツとは違くてちょっとアップデートされているのでややクロート向けになってくるかなと思いますそしてカラーですよね、まあ、こちらは展開としては4色あるんですがブラックだとかあとはエクリューみたいな色というのは定番的になってくる かなと思うんですがここでブルーみたいなカラーを選ぶことでちょっとですね苦労と見えしてくるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんにもご紹介をしたいなと思っていますまあ、最近はですねこのようなニット t シャツみたいなものは割と定番化してきてるかなと思いますこのようなものが結構出始めたのがここ5,6年ぐらいだと思うんですね以前はそんなにニット t シャツって多くはなかったんですが、まあ、ニットが持つ素材の上品さを初夏とかそのあたりも着れるようにしてあるのがこのようなニット t シャツになってるんですねまあ、1枚で着ても様にな あまあ、先ほどご紹介したシャツアータありましたよね。個人的にはライトグレーを押しましたが、ライトグレーじゃなくて、もしネイビーだとかダークグレーのようなベーシックカラーを選んだ時には、ちょっと退屈に感じるかもしれないので、その時に内側に着る T シャツだとか、このようなニット T シャツの色で遊びを聞かせてあげると、すごくですね、着こなしにワンポイントは作れるんですね。その この辺りで言うと、このブルー、すごくいいなと思います。いわゆるこう、ネイビーのような濃い色ではなくて、明るさのある春夏らしいですね、ブルーになっていまして、ブルーの中にも少しくすみ感があって、すごくいい色味なんですね。で、ジャケット T シャツということで、ちょっとこう、後ろ襟の部分が高くなっていて、ジャケットを上から羽織った時にも、ジャケットの襟元が汚れないような仕様になっていたりだとか、その辺りの重ね着も含めて使いやすい仕様になっているので、なかなか優秀な仕上がりかなと思います。まあ、サイズ感に関しては、ちょっとだけ緩さを持たせている ですが決して大胆に振りすぎていないのでこの辺りも含めて大人の男性には似合いやすいかなと思うんですねまた袖の部分だとかその部分がリブになっているのでちょっとキュッとすぼまるような雰囲気になるんですね、まあ、そうすることで通常の T シャツにはないようなニット特有のですね上品さだとかちょっとしたワンポイントにもなるのでこれは仕上がりなかなかいいんじゃないのかなと思います、まあ、糸から網まで全てメイドインジャパンで作っていてその中でも価格が8800円というところも含めてコスパフォマンスの 面でも優れてるかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いて4点目はですね、ボトムスをご紹介したいなと思うんですが、今回はですね、ちょっとこう、ブラックだとか、ホワイト、グレーのようなところから、少しですね、や暮ったさを加えたような、クロート感の漂うボトムスをご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、アーバンリサーチドアーズのですね、別注ストーンマスターロックスドアーズクライミングパンツですね、こちらカラー展開4色になってるんですが、個人的にお勧めしたいのが、オリーブというカラーになってくるかなと思っています。 ボトムスと言うとカーゴパンツだとかそのあたりをイメージされる方が多いかなと思うんですねちょっとこう野暮ったいアースカラーになっていまして男性にはすごくですね評判がいいんですが女性からするとちょっと土臭さが強いようなアイテムなんですけどもこのあたりのやや野暮ったいものをあえて着こなしに取り入れていくとすごくですね初心者的な見え方から少しクロート感みたいなところが漂うのでまぜ、あ、ひ皆さんにお勧めしたいボトムスになってくるかなと思います僕はですねこのストーンマスターというブランド知らなかったんです でもと、まあ、元々グラミチの創立メンバーだった方がですねまた新たに立ち上げたブランドなのでどこかグラミチっぽいですねクライミングパンツのディティールを感じるようなそんなブランドになってくるかなと思いますそのストーンマスターとまたですねロックスというですねクライミングウェアブランドがコラボレーションしてさらにそこにですねドアーズのネームは乗っかってということでトリプルコラボという形になってるんですね、まあ、シルエット自体はやはりちょっとゆとりがあります従来僕の動画の中でご紹介するようなテーパード型のボトムスよりは少しゆとりがあるので この辺りにもクロー音感みたいなところが漂いますし、またオリーブのカラーというものも僕の動画の中でお伝えするテイストよりは少しやぼったい雰囲気になるかなと思うんですが、僕はこのようなオリーブのパンツ大好きなんですね。僕も自分のブランドでベイカーパンツ型のオリーブパンツを作っているんですが、これもですね、使い方次第でめちゃくちゃ便利なんですね。例えば上半身に明るいオフホワイトだとかホワイト系のアイテムなんかを着た時にですね、このようなオリーブのパンツすごく相性がいいかなと思います。こちらの画像では ちょっとパーカーみたいなものを着ていますが、やはり上半身が明るいですね。ナチュラルだとか、ライトグレーみたいな色味で合わせてますが、上半身に清潔感の漂う色を使ってあげて、ボトムスで少しこのような、や暮ったいカラーを使うっていうのは、すごくバランスがいいんですね。または、先ほどご紹介したシャツアウターですね。ネイビーだとか、ダークグレーみたいな、ちょっと濃い色を使ってあげて、その外しにですね、オリーブのパンツという合わせ方も、王道的ですごく使いやすかったりするので、今お伝えしたような、爽やかなアイテムと合わせ かもしくは暗いい重たい色と合わせるかこのような形で活用していただくと結構オリーブのパンツって全体のバランスが取りやすいんですね。ですので、脱初心者を目指す方にはこういったオリーブ系のパンツぜひご紹介したいなと思ってるんですね。僕のブランドのオリーブのベイカーパンツもすごい仕上がりが良くて今回皆さんにご紹介したかったんですがまあ、ちょっと今在庫が切れてるのでこちらのですねアーバンリサーチドアーズのオリーブパンツかなり仕上がりがいいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。靴に関してはこちらの画像では 多分ニューバランスと 990V6 合わせてるかなと思うんですが、グレー系のニューバランスも合いますし、白レザースニーカーみたいなものも合いますし、あとはブラック系のサロモンのスニーカーとかも合うので、意外と様々なものにも合いやすいかなと思うので、そのあたりも含めて、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。 ラスト5点目、脱初心者向けアイテム、足元に移りたいなと思うんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。アディダスのサンバですね。僕の動画の中でも何度かご紹介したことがあるんですが、まあなかなかですね、サンバが人気で買えづらかったんですね。ですが最近はですね、いろんな店舗でもこのサンバが置いてあることを増えてきてまして、まあようやくですね、需要と供給が追いついてきたかなと思うんですね。ですので、ものすごくスニーカーが好きな方だとか、まあ感度が高い方は、あえてサンバじゃ ないものにですね映ってるかなと思うんですが未だにこのサンバというのは間違いなく使いやすいスニーカーの一つになってくるかなと思っていますまあ、僕自身も2足を持っていまして両方ともガンガン使ってるんですねまあ、まずはホワイトベースのサンバこれがですね一番一般的で使いやすいモデルになってくるかなと思いますあとはですねこちらのブラックサンバですね個人的にはこれはですね一番最初に買った方なんですけどもまあ、こちらの白買ってからですね出番が圧倒的にこちらの方が多くて黒がですねそこまで使 なてなかったんですがまあ、白サンバーを見かけるようになってからはですねワイトブラックサンバを使うことも増えてきたんですね結構これ使いやすくてブラックのパンツに対してこちらのブラックのサンバーを合わせるとまあ、ボトムスから靴にかけて同じ色でまとまりますよねだけども本当に真っ黒なシューズだとつまんないんですよだけどもブラックのサンバに関してはこちらのホワイトのラインが入ってたりだとかサンバのこちらのですねゴールドの文字だとかあと後ろから見た時のですねこのかかと部分のパーツがホワイトだ だったりだとか、まあ、真っ黒になりすぎないようなバランスなので割とブラックのパンツにも合いますあとは先ほどご紹介したオリーブのパンツですねまあ、オリーブのパンツの野暮ったさを足元で引き締めるにはブラックのサンバがものすごく相性がいいんですねそういった意味では使いやすいしあとは白パンですね僕も大好きで春時期は白パンを履くんですが白パンってやっぱりキザっぽくてなんとなく気恥ずかしさがあるんですねだけどもその白パンに対して足元ブラックのサンバで程よいカジュアル感を加えてあげると っっぽさが薄れるんででですよなのでそういった意味でも結構ブラックのササンンババが活躍ししててててくれてるんんですねももちろん白サンバも相変わらず使ってましてブラックのパンツ合います、オリーブのパンツ合います、グレーのパンツ合います、まあ、デニム系のスラックスなんかにも合うということで、まあ、鉄板なんですね。まあ、白系レザースニーカーだとオールスタークップみたいな、まあ、良くも悪くも特徴的な部分が全くないようなプレーン差のあるものもあって、その次にジャーマントレーナーみたいなですね、少しパーツ使いに特徴があるものがあって、それは よりもさらにカジュアル感が増してくるのがジャーマントレーナー的なディティールなんだけどもアディダス特有の3本線があって程よい野暮ったさが強まるこのサンバなんですね綺麗めな雰囲気になればなるほど初心者的な見え方になってきてカジュアルな雰囲気が強ければ強いほどうまく使えるとクロート感が出せるのでそういった意味ではジャーマントレーナーよりもさらにちょっとこ,うこなれ感みたいなところが出せるかなと思うのでまさに脱初心者的なスニーカーになってくるかなと思います、まあ、個人的には白が鉄板だと思うんです が意外とブラックが優秀かなと思ってまして結構最近では使う頻度としては以前はこんな感じだったんですが今はこれぐらいになってきてますねまあそれでもまだ白の方が多かったりするんですがブラックも非常に使いやすいかなと思うので今買いやすくなったタイミングだからこそこの3番改めて皆さんチェックしていただきたいなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、脱初心者大人におすすめの春服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ皆さんに最初にお伝えした通り、ベーシックで定番的なものに飽きたという方には、今回の動画結構ですね、使いやすい内容になってくるかなと思います。トレンド的な要素も少し高めていますし、いつもよりはエッジの効いたものもあったりするかなと思うんですが、まあ基本的に僕がご紹介するものなので、あんまりにもぶっ飛んだトレンド感のものだとか、個性が強いものは入っておらず、いつものテイス との延長線上にあるようなものをご紹介できたかなと思うので気になるものがあったらですねぜひ皆さんも店頭やオンラインの方でチェックをしていただきたいなと思っていますまあ、どのアイテムに関しても最新のトレンドアイテムだとかごく一部の人しか取り入れてないようなエッジの効いたものというよりは割とですね見ていて違和感がないようなレベル感のですね程よいトレンド感かなと思うのでまあ、ぜひ皆さんも安心してこの辺りのアイテムも活用していただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく 解説していきたいなと思ってるんですが、まあ、今回の動画のようなちょっとクロート向けのアイテムに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしていますセレクトショップのオリジナルからもうちょっとエッジ高めたドメスティックブランドだとかさらにちょっとツー向けの専門ブランドに関してしっかりめに解説をしていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方 では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けしています。僕自身もほぼ毎日ですね週6日間記事書いていますしもう僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思います。そして最後番外編ですね。無地の白 T なんかもいいんですが個人的には ちょっと大人っぽいプリント T シャツなんかもあるとすごく便利かなと思うんですね。そこでちょっと手前味噌ではあるんですが、僕のブランド SO で新しいプリント T シャツを出しました。まあ、こちらのような白ベースのプリント T シャツは個人的に大好きで本当にいろんなものを持ってるんですね。まあ、今回は白ベースに対してちょっと縦長の写真を配置しているんですが、ちょうど夕方から夜に切り替わるようなマジックアワーと呼ばれるような時間帯ですね。その雰囲気を映し出したような写真を配置しているんですね。まあブルー 系ととオレンジ系がよよく混ざっってててていいいい春夏ののの雰囲気気にに適ししたたたたうな気にななも作みでる方はチェックしていただきたいなと思います、まあ、このまま1枚で着てもいいですし、タックインをした時にも、ちゃんとこの写真の部分が切れないようなバランスで配置していますので、まあ、様々な場面に使いやすいかなと思います。一番最初にご紹介したシャツアウターの内側なんかにも合うかなと思うので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。